登録者の皆さん、おはようございます。元気ですか？先日ね、チャンネル登録してくれてる人にアンケート取ったんですよ。俺なんか将来は自分が AI と会話する、人工知能と会話する時間の方が長くなるんじゃないかなって思って。それで、あ、俺そうなるだろうなって、みんなどう思うって聞いてみたら、聞いてみたんですよ、アンケートで。わかるっていうやつと、何言ってんのみたいな、二択。そしたら、まあありがたいことに二人返事してくれて、弱小チャンネルなんで二人しか返事してくれなかったんですけど、何言ってんのって、二票入りました。マジって思ったんだけど、人工知能と会話するだろうなって思ってる俺、少数派やったんみたいな。ガチって。だからそれでさ、今日、のび家って3人家族なのかな、4人家族なのかなみたいな話しようと思うんですよね。なんか俺、子供の時にドラえもんで見たエピソードがあって、なんか、のび太が、子供の時の自分連れてきたんですよ、なんか話の流れで。のび太って小学生だと思うけど、5歳とかそういう自分連れてきたんですよ、その時代の自分で。部屋で喋ってるとお母さんが入ってきて、「え、誰この子？」って言ったわけ、5歳の自分見て。でのび太は 5歳の時の自分だから、「え、何言ってんの？」って、あなた自分の子供も分かんないの？みたいなこと言ったわけ、お母さんに。そしたらすげえショック受けて、え？って、私はのび太しか子供いないけど、みたいな感じで、あれ？ってお父さんに、パパに電話かけるわけ。パパって、私たちって3人家族だよね？って、パパ、ママ、のび太のって。そしたらパパは、何言ってんだ？って言うわけ。何言ってんだよって、僕らは4人家族じゃないかって。で、パパは、パパ、ママ、のび太、ドラえもんの4人だろうっていうわけ。ドラえもんをね、家族として認識してるっていう優しいパパなんだけど、でもママはそのドラえもんのくだりまで聞かないで、え、4人だろうってところで、もうえってなっちゃって、電話切っちゃったわけ。それでさっきののび太の5歳だかの小さいところに戻って、ごめんねって、あなたのことを忘れてる、ダメなままでごめんねって泣いて、のび太はそれ見て、何やってんの？みたいな感じで確か話を終わってたんですけど、俺子供の時にさ、それ見てさ、うわ、ママ冷たって思ったわけ。まあやっぱドラえもんとのび太のやりとり見てるから、ドラえもんに親しみ覚えちゃってるから、うわ、ママ冷た、パパさすが言ってくれたって思ったんだけどさ、それと同じで、俺結構ね、人工知能と会話するって、だんだん普通になってくんじゃないのかなって結構思ってんすよね。ペットもそうなんですけど、僕が子供の頃のペットって、本当にね、今じゃ考えられないような扱い受けてた気するんですよね。もう20年以上前とか。もうペットに残飯食わす、当たり前。あ、昨日の味噌汁と、ご飯残ってたから犬に食わせようかみたいな感じで、もう今じゃちょっとなんか虐待なんじゃないみたいな扱い受けるんじゃないかなって思うんですよ。いや、僕ペット飼ってないんでわかんないですけど、えって、塩分過多だよみたいな言われるんじゃないかなってイメージで、今ペット飼ってるやつで残飯食わせようかなんてやついないんじゃないかな。ちゃんと犬用のなんかドッグフードみたいなの買ってきて、ちゃんとしたもん食わせてる気するんですよね。でさ、僕が子供の頃なんか、ペットが死んだら死んで会社休むとかありえんって思われてたもんね。え、何言ってんのって、会社を休むな、そんな理由でって。でもこれ逆だと思うんですよね、今の世の中って。ペットが死んだんで、もうペットは大事な家族なんで、会社休んで葬儀しますって言って、上司とかが何言ってんだとか言ったら、その上司が叩かれる世の中だと思うわけ。
えって、人手なしじゃんみたいな。うわ、めっちゃもう泣いてる鳥の鳴き声やばいな。上司めちゃめちゃ人手なしじゃんみたいにね、言われると思うんすよ。ってペットが亡くなったらそりゃもう大変じゃん、家族でしょペットはみたいな。それ葬儀もするでしょ、精神的に持ち込むでしょって言われると思うんですよね。だからもうペット一つね、もう今じゃだってがん治療とかがん予防とかしだす世の中なんでしょ犬って。もうペット一つこんな扱い変わっちゃってさ、そういうやっぱ歴史とか見てるとやっぱね、将来はもうロボットと会話するもう当たり前なんちゃうかなって結構思ってんすよね。もうチャット GPT のやばい、チャット GPT びっくりした俺、とんでもないなって思ったもんね。もう周りの人にもアカウント作った方がいいよって勧めまくっちゃったもんな、衝撃受けちゃって。まあ、そういうわけなんでね、僕としてはロボットと会話する未来結構来そうだけどなって思ってるんですけど、もうドラえもん見たからね、のび太じゃない、もううちは4人家族だろって言ったパパを見たんで、俺は将来はそうなってくんじゃないかなって勝手に思ってます。まあ全然そうはならなくて、あの人ロボットと会話してるかわいそうな人だねって、かわいそうな人だねって思われるかもしれない、うん、けどまあちょっとね、アンケート答えてくれたんで俺の考え喋ってみようかなって思いました。じゃあこの動画わかるわかるって思った人はいいねボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。